はい、今ねどこにいるかというと、モルドバの首都のキシニョウにいます。キシニョウのイスマイル通りという大通りがあります。そこの目抜き通りと交差しているイスマイル大通りということで、バスターミナルまで行ける道なんです。今からこれ歩いていきます。まあこんな感じです。片側三車線ということでかなり多いですけどね、結構活気があるところです。結構お店があったりホテルがあったりとかいろいろ会社があったりするんだけどね、なかなか、すごいっす。で、こういう感じで花屋さんが結構ありますね。華やかななんか結構多いんですよね。花束好きなの、やっぱみんなまあ綺麗なものに対しては結構みんな興味があるっていうか、ここら辺で大体花屋なんだよね。まあ、ただこっちも花屋だ、全部花屋じゃん。固まってますね。しかし暑いな。冬はねマジで寒いらしいんですけど、マイナス20度とかみたいな、夏は夏でまた暑いです。まあこういう形で、人々はルーマニア系です。基本的にはね、モルドバ人とかね、まあ、もちろんウクライナとかロシア系の人々も住んでるんですけど、基本8割はモルドバ人ということで、モルドバは一応ルーマニア人と同じです。ラテンです。結構なんか意外にね、まあまあもちろん一緒に寄り切りなので結構意外に暖かく感じます、ウクライナから来るとね。で、小柄ですね。やっぱラテン系は白人でも小柄ですから、日本人と身長変わんないね、体格もね。だから割と小柄な人が多いです。前の男性なんかも、前の男性、前の前の男性なんかも160センチなんですよ。暑いな。しかし、あ、結構歩くんだけどね。こういう形で露天があります。露天ね、だから欧州の最貧国と言われているような国ですけど、露天が結構ありまして、あとお店なんかも普通にあるんですけどね。この通り結構人多いね。一応まあ首都ですからね。暑いな。しかし